君はいつも僕の薬箱さ。どんな風に僕を癒してくれる。笑うそばからほらその笑顔。泣いたらやっぱりね涙するんだね。ありきたりな恋どうかしてるかな。君を守るためそのために生まれてきたんだ。呆れるほどにそうさそばにいてあげる。眠った横顔震えるこの胸ライオンハート。いつかもし子供が生まれたら世界で二番目に好きだと話そう。君もやがてきっと巡り会う。君のままに出会った僕のようにね。見せかけの恋に嘘を重ねた過去。失ったものはみんなみんな埋めてあげる。この僕に愛を教えてくれたぬくもり。変わらない朝は小さなその胸エンジェルハート。見せかけの恋に嘘を重ねた過去。失ったものはみんなみんな埋めてあげる。この僕に愛を教えてくれたぬくもり。君を守るためそのために生まれてきたんだ。呆れるほどにそうさそばにいてあげる。眠った横顔震えるこの胸ライオンハート。はい、こんばんは。今夜はね、ライオンハート歌、今夜もね、昨日と一緒で、スマップのライオンハート歌いました。2016年9月の22日、木曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようさりげなく、生存確認の一環として、こんな風に配信しています。はい、こんばんはね。どうもね、今日はね、木曜日だけどね、祝日でしたが、うちの職場はね、休日出勤でしたんでね、まあ、いつも通り仕事から帰ってきてこんな風にやってます。はい、こんばんは。あ、どうも。どうも。こんばんは。今夜もね、スマップさんを歌いましてね。ライオンハートでこんばんは。どうも、クロさんもどうもね。はい。YouTube でもやってますね。こんばんは。どうかな、配信具合ね。もう一回行こうか。今夜も。いいね、この歌ね。いいね。はい、なんと YouTube ライブ、なかなかいい感じだね。もう一回行きましょうか。ね。ライオンハート。君はいつも僕の薬箱さ。どんな風に僕を癒してくれる。笑うそばからほらその笑顔。泣いたらやっぱりね涙するんだね。ありきたりな恋どうかしてるかな。君を守るためそのために生まれてきたんだ。呆れるほどにそうさそばにいてあげる。眠った横顔震えるこの胸ライオンハート。いつかもし子供が生まれたら世界で二番目に好きだと話そう。君もやがてきっと巡り会う。君のままに出会った僕のようにね。見せかけの恋に嘘を重ねた過去。失ったものはみんなみんな埋めてあげる。この僕に愛を教えてくれたぬくもり。変わらない朝は小さなその胸エンジェルハート。
見せかけの恋に嘘を重ねた過去、失ったものはみんなみんな埋めてあげる。この僕に愛を教えてくれたぬくもり、君を守るため、そのために生まれてきたんだ。飽きれるほどにそうさ、そばにいてあげる。眠った横顔、震えるこの胸ライオンハー。YouTube の方が綺麗か。どうもね、ありがとうね。はい、今夜もね、SMAP さんのね、ライオンハート歌いました。どうも。あ、キーマさんどうもね。ラーチさんもどうも。温泉、はい、どうもありがとうね。いいね。ありがとうございました。ね、はい。さあ、今日も飲もうかね。昨日は今日早かった。やっぱ今日は休日出勤だったからね。昨日よりから多少早かったね。よかった。でもあと2日だね。今週は、明日、ようやくて、金、土、金、土で日曜か。日曜は天気みたいね。日曜ほんと肌寒く長袖だよ。昨日ね、予報見るとほんと、超寒かったね。だから、ね、今日は長袖で。いつも帰ってくるとさ、フルワークで長袖だけどさ、半袖だけどさ、今日はね。今日ちょっと寒かった、長袖着てね、今日はね。みたいな、まあ飲み物は冷たいの飲むけどね。はい、こんばんは。今夜も行きましょうか。まず一杯目行こうか、一杯目。今日のおつまみはね、スーパー惣菜売り場で半額品シリーズで、あのね、今回もスーパーの半額品シリーズ、今日ちょっと今日豪華ね、赤ふた堂の惣菜売り場のやつね、半額だった。これね、今夜はね、これこれね、これハンバーグ串ってやつね、こんな感じね、安かったね。うん、これか、100歳の半額か。これ100歳の半額ね。メンチカツとアジフライね。メンチカツとアジフライ、これ120円の半額でいいね。あと今日はこれ、今日これだ、辛味噌餃子300醤油か、321円のこれね、半額ね。こちら半額です。半額死んで。餃子半額。いいね。餃子何個で ?1,2,3,6 個入ってんだ。ね。ちょっとタレつけて食べようか。今日はこんな感じです。今日もスーパーの半額死んで。惣菜売り場ですね。メンチカツと、もう一回ね。メンチカツと、アジフライに、これハンバーグなんか、刺さって、これね。やっと餃子。はい、こんな感じ。じゃあ、これで飲みましょうか。どうも。超豪華ですね、今日はね。どうも。まあ、餃子にタレかけて。このままでやばい。袋開けない。このまんま。直接かけて。行こうか。じゃあ、飲み物持ってこうか、今日。じゃあ、スーパーの半額品で。うん。こんな感じね。持ってこいはないもん。今夜もこれが宝の焼酎ハイボールで行こうか。宝の焼酎ハイボールで、宝の焼酎ハイボール。あ、こんばんは。じゃあスーパーの惣菜売り場ね、
あ、乾杯。これハンバーグ、これもう、これ何もつけない。暑かったじゃん、早く。あ、もう。どうも、クロさんどうも。同じ ID なんだ、ね。あ、餃子ね。餃子。辛味噌餃子って書いてあったな。こんな普段から半額だったからね。買ってみた。うん。この味噌味がするね。でも同じにメンチカツ、メンチ何もつけないよ。これもいいね。うまっ。あ、うめえな。うまい。もうこれでいいよ。結構こういうフライってさ、味付いてるからもうこれでよくさ、ソースとかべちゃべちゃかける人いるよね。もうそういうの嫌い、僕。なんか、うえって感じ。よくいるよ、たまに。なんでも揚げ物とかソースかけるのね。びっくり。あれ見るとなんか、ほんじゃなんで、僕、そういうのちょっとそれは見てて、遠目、はためから見てるとさ。もうなんも、なんも少なくても美味しいもんね、こういうのね。うまい。どう、宝の焼酎ハイボール。ちょ、なかった、赤蓋のね、でかいのなかったね、これ。売れちゃってみたんですよ。休みだったからな、天気悪かったから。多分そうだよね。祝日に休みでもさ、天気悪かったからさ、その近場のスーパーでみんな買い物したのかもしれないね、きっとね。すごいな。でもなんか私、日曜は天気良くなるみたいだもんね。ちょっと嬉しい。うまい。っていうか、和製っていうか、もともとハイボールってね、ウイスキーに限ったもんじゃないからな、ね、もともと。ハイボールっていうもの、強いお酒をさ、炭酸で割ったものを全般ハイボールっていうから。一部のさ、メーカー宣伝的な影響でさ、ハイボールって言えばウイスキーが当たり前になってくるさ、そういうわけじゃないからね。それは関係ないしないよね。使うお酒はさ、もと何でもいいわけもともと。有名なのがウイスキーなだけで。結構検索してみればわかると思うけどね。そうよ。楽しみね。あと2、3日は終了日だね。終了日だ。うまいね。よく飲むね。次アジフライ行こうか。アジフライも好きね、僕ね。このスーパーの想像で。これも1枚120円の半額です。通常120円だけど、もう9時回ったんで、これ60円か。うまい。
焼き餃子うまいね。うん、たはじは全般安いよね。もっと早い時間だったら魚売り場ではさ、あゆのささきなんかもさ、1パック3、400円で売ってるしね。うん、開きも安いし、ほんとあゆは庶民の魚だよな。ああ、どうもこんばんは。こんな感じでいつものようにさりげなく、じゃあスーパーの駅前の赤豚の惣菜売り場ですね。これで安かったね。これ全部で160、120円、200か。あ、ちょ、半額、これで500円以内か。うん、半額死んだったからね。うん、やっぱりね。アジフライいいじゃないか。うん、うまい。うん。あ、うまい。よくはないけど安く、全部でこれ500円以内よ、これ、半額品だから。いいもんっていうか、そう、スーパー、惣菜売り場で半額品ね。うん。決して、うん、庶民的なもんよ。はぁ、あ。こんな感じで、回ってきた。あ、まあ、これはハンバーグ、学習にさせた。でもね、うまいじゃないか。ああ、今度日曜日、ああそうだ、すぐどうとして日曜か。お互いにね、疲れてますよ。うん、疲れるよね。まあお互い様ね、生活のために働かないとね。うん、うまいね。みんなゲームって楽しいのかね。世間みたいにみんなゲームやってるけどさ、もうゲームの楽しさが分かんないね。何が楽しいの、ほんと。みんなさ、小型ゲーム機に持ち歩いてさ、みんなやってるよね、ほんとね。もうやりたいの思わない、ほんと。ニュースでもさ、あれヤフートピックでもさ、ポケモンギリとかだっけ、忍者が何が楽しいんだろう、ほんと。うん、僕はゲームの楽しさが分かんねえよ、ほんとね。やっぱゲーム脳ってあんだろうね、きっとね。ゲームをやって楽しいって言ったら、そういったゲーム脳を発達してんだろうな、きっと。うん、あれと一緒だ。もう僕本を読むけどさ、よく読めるね、よく言うもんね、人によっちゃさ、本なんかよく読めるねとか言って、それと一緒だ。本なんか読むの簡単だもんな。もうそれだからきっとな。うん、もう、それで僕簡単に本を読むけど、ゲームできないもんな。こんばんは、どうも。彩りさんどうも、今日 YouTube ライブやってるよ。本当は世間じゃポケモン G とかいうの人気あんもんなるね。何が楽しいんだろうね、あれなの。日本鼓って言うとあそこか、サイヤのとこがね、だよね。サイヤね、そうだよね。サイヤ。ちょうど台東区の荒川寄りだよね、確か。そうでしょ、あそこ。確かね。今日頼む道ずっと行けば、もう荒川区そんな場所ですね、あれ。日本鼓っていうね。日本鼓。そう。うん、キャンプがいいです、僕。あの、ウッドストーブ、僕、直火はあんまできないから、下手くそなんで、ウッドストーブでさ、炎を起こしてさ、いいよね。その炎でさ、
この間鶏皮の鍋とか、いや、うまかった、この間食べたさ。今度のキャンプ場食べた鶏皮鍋うまいね。あれいいね、鶏皮ね。鶏皮水炊き風にしてさ、ちょっとね、うまいね、鶏皮ね。今度冬場も鶏皮の水炊きやろうかな。鶏皮。どうも。うん、鶏皮をしよう。今日はね、ハムカツ食ってます。ハムカツ。ハムカじゃない、これは。あれじゃない。アジフライ。うん、うまい。うまい。うん。あれもいいかと。今日のアジフライも美味しいよ。うん。うん。うん。今日はハイボール。もう噛んじゃないからね、僕はね。アジフライは本当当たり外れないな、どこで食ってもね。うん。こんばんは。アジフライです。スーパーの惣菜売り場の。赤札のね、これ。あ、どうもありがとう。毎日配信してますんでね。生存確認の一環としてね、生存確認の一環。もう書けない。さっきも言ったけど、これね、結構ね、こういうのってあげる前にちゃんと塩振ったから、別にそれだけで十分美味しいんだ、これ。何も書けなくても美味しい。逆にかけた方がさ、よくソースかけるのいいけどさ、あんまよくない、僕。逆に、アジフライの本来の美味しさが損なわれる感じがして、僕あんまかけないな。あんまかけないのが好きで僕。もともと素材にはさ、塩振ってっからさ、これ。その味も美味しく食えるんだよ、これ。うん、そう、まだですね、うん。あんまかけないな、うん、ね。素材の味ね。素材の味を大切にってやつだね。素材の味を大切に。素材の味。これ500の1本。うまいなよ。普通、家から普通天津、うちの親は天津を作んなかった、別に。大根おろしに醤油だったのときは。パン好き、もう嫌いなもんないからさ。うん、もう嫌いなもんない。今は別に好き嫌いでもない。
なぜか小学生の頃パンは嫌いだったな、僕は。食えなかったの、小学校の頃、給食のパン。食パンがよく2枚が出たんだよね。食パンをさ、6枚ぐらいの2枚あったよね。8枚でいいかな、あれ。よく2枚あったよ、給食の時。あれが食えなかったな、あの頃は。小学生の頃はさ、給食のパンが食えなかった。今じゃ考えられないけど、今はもう関係食えるけどな。小学校の頃は食えなかったパンが。今、審議があるんだけどね、あの頃ね、小学校の昼食の時は食えなかったパンがあれ、まあ。だんだん食生活が洋風だったんだろうな、あの、もともとうちはご飯だったからな、うちは。だからパンはね、学校を始めてパンにならなかったんだろうな、小学校の頃は。それで食べられなくて、でもだんだんそれが洋風のパンチョンが馴染んできて、今は食える感じか。食えなかったなあれ。今なら食えると思うんだ、僕。今なら、今食パン2枚なんかさ、大した量じゃないもんな。あの頃食えなかったのあれが。今はどうなのかわかんない。今僕の頃は昼食ってね、週5回、月曜から金曜 5回ある昼食のうち、週2日なんだ、ご飯は。あとのパンだもんね。あれ辛かったな、ほんと。ご飯のが少ねえんだもん、あれ。うちのとこは昼食。2日がご飯で、火曜か金曜かな。2日がご飯、あとはパンだもんな。あれ辛かったね、ほんと。なんでパンの方が多いんだろうと思った。ご飯ならよかったの、あれ。本当に、あの頃はそうだった。あの頃はね、パンが食えなくて。まあ、しょうがないの、もともと。戦後の昼食ってさ、あれ、GHQ の影響だからさ、入ってからね。パン食の方が強い国家だからさ、それもあるみたいよね、あれ。戦後の昼食ってあれ、出てきたのって。アメリカの影響もあってさ、パン食を多少推進するもあって、パンの方が多かったみたいよね、あれね。だから、あれで育った人は、最近のパンがあんま嫌いでもさ、パンに慣れちゃったかもしれないね、きっとね。もうね、もう残さなかった。それでも何度か食ったのか、よそったもんはな。空き箱いろんなの買ったやつ。これはアマゾンとかで。今も大体シャンプー系のやつ、アウトドア道具買ったやつ、箱ね。僕はね、焼きそばを好きだったよ、く食えたのは。焼きそばの時。あれも好きでよかったな。あと、焼きそばの時のパンがさ、ちっちゃめだとよかった、あれ。ミルクパンっていうのかな、ほんとちょっと小さけの、あれはよかった、あれ。あれは嬉しかった、パンでもね。うちのとこの昼食は、焼きそばの時で。焼きそばの時はパンがさ、食パンじゃなくてさ、ちょっと小ぶりの、細長いパンだった。あれは食べやすかった、小さくて。あれは嬉しかったな、あれ。焼きそばの時ね。焼きそばはよかったな。ミルクパンとかだったかな、名前。あれは、クリラだって揚げたやつね、クリラね。僕何でも食べたら何でも美味しく。嫌いなもんなかったから。ああ、これでもうこれで一本なんだね。いや、二本持っとこうかな。はい。最初は餃子もある。ね、惣菜売り場で買った餃子。辛味噌餃子ですね。餃子。これも半額だった。
じゃあもう一本持ってこうか、もう一本。これも口にされたハンバーグ。揚げパンはあったかな。あったね。どうも。今こんだけ何の用も何も嫌いなもんねえからさ、僕特別大好きなもんもないし嫌いなもんないから僕何でも食えるんだ。嫌いなもんほんとないな今。食えるもんだな、何でも食えちゃうんだよ。残す人がいるけどもうそれの気持ちは知れない僕は。でも残す人いるじゃ嫌いとか、それがわかんない僕。何でも食えちゃうんだよ僕。何でも美味しく食えるよ、食えるもんなら。何でも美味しく、じゃあもう一本持ってこいよ、もう一本。おもろかった、どうもね、ありがとう。わさびご飯美味しいよね、あれ、わさびのっけてね。このわさびでも本当美味しいよね。香りがして。粉わさびね。あれも十分美味しいからね。ただね、粉わさびだったら西洋わさび使ってからさ、西洋わさびの場合って色が白いんだよね。だから、西洋わさび、あ、多分ね、着色料が使ってると思うんだあれ。粉わさび大体その普通日本のわさびって緑っぽいでしょ。だから普通西洋わさびって白っぽいからさ、あれ色を近づけるために多分し、ね、色緑系のなんか着色料を使ってると思う。それで僕は満足してますから大丈夫よ。別にた十分うまいからあれで。本わさびは辛いのか。あれ、わさびって甘、ほんの甘みもあるからさ、大丈夫よ。わさびって。ちゃんと練れば、大丈夫よ。ほんのり甘みが出るから、美味しいんだ、あれ。練りが足らないとさ、辛さ、そう、ちゃんとさ、ね。ちゃんとね、粉わさびでもね、しっかり練って、ちゃんと、決まった水の量でさ、ちゃんと練ればね、いい風味が出て美味しいんだ、あれ。うまくなるとちょっと失敗したのかもしれないよ、溶くとき。粉わさびはバカにできないさ、あれ。うまく結構いいよ、ちゃんと失敗せず、ちゃんとね、水で溶くとね、ほんと結構いいんだ、あれ、香りもして。なかなかいいんだ、あれ。粉わさび結構うまいんだ、あれ。これでハンバーグも最後だ。まあね、プログも一皿食べ終わったね。どうもね。食堂ってどういう意味？食通っていうかな、どうかな。好き嫌いなしに食べるから僕何でもね。何もないから食べれないものが。
ああ、うまかった。さて、もう一本、最後の一本持ってくるから、最後の一本。二本目持ってきますね、二本目。今日早い、まだ10時台だ。あ、どうもね。いつも飲みさげなく。ああ、疲れた。また明日。今日が、超早いから。また。どうもね。持ってこようか。ああ、いい感じだね。ああ、じゃあ持ってこよう。2本目は小さいやつ。3号缶から小さい缶。2本目は小さいの。小さい缶で。最初のこれね、でかいやつ。2本目は小さいのか。これでいいや。ああ、なんか回ってきたね。今日はハイボール。はい、乾杯。うん、足ります。大丈夫よ、今日は。これでいいや。ああ、疲れた。でも、44まで生きてくれたんだ、なんやかんやって。自分でも嬉しい。ここまで生きてくれたんだもんな。はあ、どうせいつか死ぬんだからな。これでいいと思うよ、僕は気軽にね、うん。生きてる間生きていこう。それでいいんですよ。それが生きるってこと。毎日飲む、僕、毎日飲む。毎日飲んでます。生存確認の一環として、毎日飲んでます。生存確認の一環として、おまたのことを考えながら毎日飲んで、おまたいいね。年頃の女の子は可愛いよ、ほんとね。まあ、最後、冗談だ。冗談。ん？その量は包容いで、振りがつくってどういうだろう、前から。うん、包容いで振りがつく量か、量意味がわかんない。ごめんね。YouTube ライブいいでしょ。ね、手軽でね。ここまで。タカさんにも YouTube ライブやってほしいな。うん、すごい手軽でいいと思う、YouTube ライブ。なるほど、今のとお金かかっちゃうから。予算があるから。それがある。予算とのにらめっこだからさ。ね、無限にお金があるわけじゃないからさ。ね。飲もうと思ってお金かかっちゃうからさ、そう思って。うん。ある程度節度ないとね、ある程度お金たまんないって残んないよ。うん、どんなこともそうよ。どんなこともそうじゃん。ある程度節度がないとお金って残んない。バカみたいにギャンブルやっちゃったらさ、のめり込んだらさ、借金するし、パチンコでも競馬でもさ、ある程度節度を持ってやればいいんですよ。パチンコでも競馬でもさ。
それができないとダメだ。みんなそうじゃん。ね。金はたまんないよ、ほんと。みんなそうでしょうね。パチンコもそうよ。悪いもんじゃ、パチンコも。節度を持ってさ、まあ、ここまでやって、それでおしまい、それでいいんですよ。みんな、うん。みんなほとんどさ、それをやってんだけどね。一部の人がさ、それができなくて、ニュースになるんだよね。ね、パチンコが原因でさ、借金作ったりとかさ。ほんで、ほとんどの人はそう、みんな節度で、自分で節度を持って楽しんでんだよね、ギャンブルとかも。ほとんどはそう、一部のバカなやつがさ、ね、パチンコとか競馬するのにさ、違法に金を手に入れたりさ、どうしてもないんだ、ほとんど。みんなそうだよ、みんな。庶民はそうよ、節度を持ってやってんだよ。こんだけのお金しかないから、こんだけのもう、こんだけでギャンブルやろうって決めて、ね。うん。金がないから盗んで、手に入れようとか、そんなもん、ほとんどそんなにいないからね。当たり前だけどね。みんなそうよ。みんなそうだよ、ほんと。一部のダメな人だよ。ね、本当は毎日ソープランド行きたいけどお金ないからいけないんだよ。ほんと宝くじが当たったソープランド行きたいな、もう。こんな僕がさ、若い女性と、年、女の子とさ、ねえ、スキンシップ的なソープランド行かないからね。ほんとあそこしかないもん、僕は。う、ね、ん。でも、でもサービス料1万5千とかでしょね。でもでも、それ一回行けばさ、でもあれで1万安いと思わなかった、高いと思わなかったね、僕はあれ。うん。女の子とこんな風なことがあんだったら、いいなと思った、サーブランドって。うん。フェイスブックあるのいいと思う、あれ。うん。一回やって、うん。かわいいね。可愛いもんね、ソープの女の子ってみんなさ。みんなも、なんかみんな可愛く思えちゃうよ、ソープランドの女の子。ほんと可愛いよね、ほんとね。そうだよ、ソープランドの女の子はさ、乳首をさ、つまんだりしてもさ、舐めたりできるんだもんな。あれを言うよね。実写界のやったらさ、大変になっちゃうよね。巻きながら歩いてる女の子の乳首を、いきなり、なるみたいな、できないもんね、そんなことね。ソープランドならではだよね、それね。うん、そうよ。ね。ソープランドでしか、そんなことできないやんなのね。うん。あれいいよ、ほんとね。いいね、かわいいよね、女の子はね。お金があったら行きたいよね。うん、お金があったら。でもソープランド最高だと思うよ。風俗が金かかるかもしれない。でもさ、実際、結婚したりさ、女性と付き合うんだったらさ、もっと相応にお金かかるもんね。お金かかったらさ、あ、そうじゃん、作家のあの人はそうでしょ、あれ。なんだっけ、あれ。私小説のあの人も。ねえ。うん。うん、まあ10年以上やってるよ。うん。この状態だったらもうちょっと長いかもしれないけど、15年ぐらいか。この前はなんか床洗いの仕事、掃除の仕事の床洗いね。もう長かった、2番目はね。20代の時ね。
はい、餃子も美味しくいただきました。もうやめるように飲めないと、壊したら飲めなくなると思うんで、自然とやめると思うよ。うん。もう本当に壊したらさ、飲めなくなると思う。飲めたらと思わないと思う、僕は。うん。受け付けないと思うよ。体壊したら。飲めるうちは飲むと思う。うん、飲めるうちに。飲めるうちは飲もうね。飲めるときはさ、でも44って嬉しいの、この年までなって、こんなんでもさ、こんな生活で44もできてくれたんだもんな。それを思うと僕は嬉しいよ。飲めるんだ、怪しなかった。真面目だって、真面目に僕だって本当。みんな真面目でしょ、ほとんど。一生懸命なんだ、みんな生きるのにね。そう、お互い様よ。みんなか、みんな一緒。みんないろんな面があんの。みんなうさんくさいんだよ。腹黒いんだよ。忘れない、そうよ。そう、いい、みんないい面もあるし、悪い面もあんの。それ忘れないようにね。うん。そうよ。だから、おつたけさんの最近の浮気のこと、ニュースだけ見て、おつたけさんは嫌いなのって、アホだと僕は思いますよ。そういう人間。人間はいろんな面があるの、ほんとね。うん。そうよ。うん。人間はいろんな面。障害者だからってさ、身体障害者だからってさ、ね。か、それは関係ないが、そういうもんって。ね。みんないろんな面がお互い様。みんなお互い様よ。うん。いろんな面があって人間なんですよ、ほんと。ね。いいことをする、悪いこともする。いいことも言うし、悪いことも言うよ。それが人間なの。ね。それでいいのよ、人間は。全くまっとうなやつはいませんから、そんなの。いるって言ったらそれはね、ね。演出でそう見えてるだけです。いません、そんなの。ほんと実際はそうだな。でもテレビ、ラジオの世界ではさ、ね。演出ってもんがあるからさ、そんなもいるわけねえ、ほんと。みんなそう。それわかんない人間がさ、バカみたいにさ、精神病院通うんだと思うよ、僕は。それわかんない人間がさ、人間の嫌なとこ見たとか言ってさ、ね、親の死に、そう、でも僕はそう思うよ。うん、それわかんない人間が。うん、人間はいろんな面があるんですよ。いいとこも悪いとこも含めて人間なわけ。お互い様なわけよ。自分もそうだよ。うん。自分が思ってること相手も思ってる。自分が誰かさんを嫌ったら、嫌っていれば、その誰かさんも自分のことで嫌うからさ。それがお互い様。ね。ね。みんなそう。それわかんない人間が辛い人間だと僕は思うね。うん。みんなそうよ、うん、お互い様。人はそれぞれお互い様、例外はないんですよ、うん。いいことしかしない人間はいませんから、ね。ね、みんないろんなことやってんです、ね。うん。いつも通りです、いつものことだけどさ、ね。だけど、うん。それを忘れなければ大丈夫。辛い時はそう思ってくださいね。辛い時はさ。そんな思いを込めて最後にもう一曲歌おうか。スマップさんのライオンハート。君はいつも僕の薬箱さ。どんな風に僕を癒してくれる。笑うそばからほらその笑顔、泣いたらやっぱりね涙するんだね。ありきたりな恋どうかしてるかな。君を守るためそのために生まれてきたんだ。
呆れるほどいっそさそばにいてあげる。眠った横顔震えるこの胸のライオンハート。いつかもし子供が生まれたら、世界で二番目に好きだと話そう。君もやがてきっと巡り合う。君のママに出会った僕のようにね、見せかけの恋に嘘を重ねた過去、失ったものはみんなみんな埋めてあげる。この僕に愛を教えてくれたぬくもり、変わらない朝は小さなその胸エンジェルハート、見せかけの恋に嘘を重ねた過去、失ったものはみんなみんな埋めてあげる。この僕に愛を教えてくれたぬくもり、君を守るため、そのために生まれてきたんだ。呆れるほどにそうさそばにいてあげる。眠った横顔、震えるこの胸ライオンハート。はい、ライオンハート歌いました。はい、どうもね。うん、そうね、どうも。トゥトゥ。トゥ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 。歌詞がいいね、これね。ライオンハート。いい歌ね、ライオンハートね、これね。最後の一杯で乾杯。はい、どうもありがとうね。いい感じに寄ってきたね。どうもね。いい感じだね。うん。家族さん素敵だよ、ほんと。自分で。どうもありがとう。ね。YouTube ライブいいでしょ、結構ね。スティッカーだから同期がいい、スティッカーもと。やっぱこっちの方がいいでしょ？ね、YouTube ライブ。スティッカーまだお金払ってないからね。さ、いいよね、こっちの方がね。うん、ああ、さて、ご相談戦終わった。ああ、いい感じだ。さて、じゃあ最後の締めの一杯いこうかな、締めの一杯。じゃあメインはね、宝の焼酎ハイボール、今日は500と参考のやつ、350。これ一本ずつで。飲んだ後、じゃあ締めの一杯いこうか。うん、こっちの方、こう聞きやすいです。ありがとう。うん。多分最近 YouTube ライブをメインでやってます。じゃあ最後の一杯行くね。うん、最後の一杯。最後の一杯行こうか。これのワイン、白ワイン行こうかな。これ、半球多分残っちゃったんで、これ。さあ、この、1.5ボトル、1500のこれ。白ワイン飲もう。ちょこっとあるんで。冷蔵庫入ってた。一回でこれでちょっと少なすぎるからさ、こういう時に。最後、白ワインで。はい、乾杯。うん、そう、白ワインはいい、乾杯。
そう、YouTube ライブは Windows 10でやってます。Windows 10。Windows 10って前に言ったけど、Windows 10っていいよね、これね。ちゃんとさ、右下のとこさ、時間以外の出力も出るんだもんね、Windows 10はね。え、僕 XP から10に入ったけど、で、その間わかんないけどさ、XP はさ、あれ、時間以外出んだもんね、出ないもんね、あれ。でもさ、10にしたらさ、あれ、右下にさ、日付と一緒にさ、2016年9月22っていう風に日付も出る。これいいよね。ちょっとこれ僕いいなと思った。手にして。日付が出るのがちょっと嬉しいね。使ってたね。XP まではさ、でその時に時間しか出ないもんね、あれね。あれは。うん。今日はこれ飲みに来てよ、これ。白ワイン。ちょっとハム残っちゃったからね、これだけでさ、いつもの飲みが終わっちゃうの、飲み配信が辛いからさ、これ買ったわけ。おしまい、これだ、開いた。やっぱ 1.5 円お得だった、これで5、600円だからね。大黒屋でさ、ピストロ、メルシャン、メルシャンってね、ね、こんな。どうも、最後、今日はワイン。最後は白ワインで。44歳、ゆかずゆかさんは、昭和47年の4月24日生まれ、なんでも40、来年45か。でも嬉しいな、僕もこの年も生きてくれたんだもんな。20代だから、まあ、この40も生きてくれるとは想像つかなかったからな。ちょっと嬉しい、今僕は毎日が。どうだろうかな。うん。なる、当時はなると思うよ、みんな。うん。みんななると思うよ、ほとんど。それだけのもんだったらね。これは今スティックの方をやっている激安の Windows 10のタブレット。それも10だからね。タブレット Windows 10だから。スティックもいいな、スティックも配信って。ね。いや、で、この激安のタブレットだ。スティックも配信専用しようかなと思う。ね、スティックも配信は別に、ね。あれ、ハードになく余裕なくてもさ、あれ、向こう側に残るからね、画像はね。僕ね、今、YouTube ライブやってるのはさ、ASUS の eBook ね、いつも言ってるように、ASUS の eBook 2X205TA でやってます。ASUS っていい、ほんと。これ3万前後の僕使う、3万前後のミニノート。バッテリーの持ちもいいし、いいこれ。これいいよ、ほんとね。まあ、YouTube ライブできるしさ、いいよ、これ。CPU はさ、そんな、なんだっけ。Core i7 とかじゃないけどさ、その手前だけどさ、でも、まあ、できるよ、YouTube こうやって。ASUS はほんといいよ、結構 ASUS。うん。アスースって進行だから、パソコンじゃ進行だからさ、結構ね、いいやつ作ってんだ、そこ。アルさんだもんね。アスース僕のおすすめ。だいたいアスースだよね、アスース。うん、アスース。一番最初買ったのは僕、東芝のダイナブックっていう右ノート、ノートパソコンだったけどね。もうあれだけで、あとずっとアスースばっかだ。前回、アスースは、ミニノートにあっちゃうやん。EPC から、ずっとアスースばっか。アスースって結構いい、本安くて。うん。本当にいいんだ、アスースは。じゃあ、スティッカーもこの辺で終わります。ではまたね。スティッカーも終了しました。まあ、YouTube まだね。まあ、20年もわかる、それはね。プロは生存確認、生きてる間でありますんで。
生きてる間やりたいと思います。生存確認だから、配信なかったらね、死んだと思っていいからさ、配信なくなったらで、できると思う。僕ゲームやんないからわかんない。できると思うよ。だって配信が、僕ゲームやんないからわかんないけどね、細かいこと。まあゲームはね、配信よりもね、スペック使わないからさ、多分できると思うんだ。もうゲームやんないからわかんないけど、細かいこと。ゲームやんないから。多分ね、配信できれば大抵のものはできるよ。うん。今夜はさ、もう食べ終わったもの飲んでます。今日はね、駅前の赤札堂の惣菜売り場の半額口のやつでね、つまみに飲んで、もう食べ終わった、今飲んでます。よかったらもう動画見てくださいね。もうすぐ、これ配信終わりはもうアップされるんで、YouTube ライブのいいところは、配信終わった後、もう結構早くもう見れるからね、それね。うん。まあいい。これでもう白ワインも飲んだ。この間買ったこれね。これ飲み終わったこれで、今日これで。やっぱこれ飲みであっていいね、これね。でもこれで600円、税込み600円しません、これ。1500。うん。飲みであった、これ。ピストロペットボトル1500。で、今日飲み終わったやつ、これね。でもありがとう。うん。いつも僕 YouTube にアップしてますんでね。生存確認の一環だからさ。何もかも生存確認だ。ね、女だよ。でも本当女の子可愛いと思う。巻きながら見ててもさ。朝の7時半ぐらいかな。可愛い子いるよね。うん。可愛いね、女の子ってさ。もう誰見ても可愛く思えちゃうんだもん。ね。誰見ても。うん。可愛いなと思って。可愛いね。15、6ぐらいのさ、中学生、高校生ぐらいの子も可愛いもんね、女の子って。うん、可愛い。あと、今のなんだっけ、防衛庁長官も、あれ可愛いよね、あれ。稲のすぐ人だっけ、あの人。稲なんとかともみっていう人で、防衛庁長官だっけ。あれ可愛い、あの子ね。可愛いよね、あの子ね。僕も10歳以上の年上なんだけど。可愛くって。あなた可愛い、あの子。可愛い。でもまだ57なんだ。まあいいよ、お年頃だ。可愛いよね。うん。わかるでしょ？可愛いよね、あの子ね。あの女の子ね。防衛庁長官の。うん。ああ。僕あの人タイプだな、タイプ。僕のタイプ、あのタイプ感じ。じゃあ今日はこの辺で終わろうね、もうね。うん。ワインも飲んだし。ではおやすみなさい。今日はこの辺で、また明日も仕事から帰宅しないね。金曜日なんでね。またね。おやすみ。終わるよ。いいかな。終わるよ。おやすみ。あ、ハキメイさんは、ハキメイを見てるんでありがとう。昨日見てくれてありがとうね。今日はこの辺で終わるよ。おやすみね。終わるよ。いいかな。ありがとう。終わります。また明日も仕事から帰宅したい。やりたいと思います。ではな。おやすみ。